チームとしては5位ということで、悪くはないと思うんですけど、失点数が多いっていうところで、そこはすごく課題に上がってると思うので、しっかり修正していきたいなっていうところで、個人としてはまだ得点もそこまで取れてないので、もっと取っていきたいなって思いました。今シーズンは特にパスで相手を動かしていくっていうプレーがすごく多くて、そこは本当にチームの良さであると思いますし、それをすごく出せてると思うので、あとは結果をしっかり出せるようにチーム全体で続けながらやっていきたいなと思います。今年ワールドカップがあるので、自分自身もそこに選ばれるように最後まで諦めずにやりたいですし、また女子サッカー全体を盛り上げていけるように、リーグ通しても魅力を伝えていけるようにやっていけたらいいなと思います。3月5日にリーグが再開するんですけど、ホーム祇園スタジアムで試合ができるので、ぜひサポーターの方に来ていただいて一緒に盛り上げてほしいなと思います。応援よろしくお願いします。